皆さんこんにちは。芸能人の中にはミュージシャンではないのに仕事の一環としてや音楽好きがきっかけで CD を発売している人がいます。調べてみると意外な人が CD を発売していて驚いてしまう人も多いかもしれません。今回は実は CD を発売していた男性芸能人を紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。小田切丈、ホワイト。個性的な演技でいろんな作品に出演し、俳優のイメージしかない小田切丈さん、たびたび音楽好きであることを公言していましたが、実は CD デビューをしていました。2006年にホワイトを発売しています。ボーカル入りのホワイトと曲のみのブラックの同時発売という変わった趣向の発売でした。勝地涼、お風呂はぬるめの勝地涼。コミカルな演技からシリアスな演技まで幅広いジャンルで活躍している勝地さん、2015年にお風呂はぬるめの勝地涼を発売しています。工藤官九郎さんのレギュラー番組、工藤官九郎のオールナイトニッポンゴールドの中の人気コーナーだった企画でボーカルを務めていた勝地さんが工藤さんのプロデュースで CD を発売しました。作曲はクレイジーバンドの横山健さんが務め、豪華なメンバーでの作品となりました。唐沢俊明、2人のすべて、その演技力が高く評価されている唐沢さん、歌のイメージがありませんが1995年に2人のすべてを発売しています。自身が主演を務めた TBS 系ドラマ日曜劇場輝け凛太郎の主題歌で母親役だったキキキリンさんと共に歌いました。次長課長、晴れる道宇宙人に合わせる顔がねえ。お笑い芸人コンビ次長課長が2006年に晴れる道宇宙人に合わせる顔がねえを発売しています。大人気アニメケロロ軍曹のオープニングテーマとして発売されたこの曲は小室哲哉さんプロデュースで、小室さんからのオファーで JK の名前で CD デビューしました。高橋一生、君に会いたい、ダンスウィズユー、幅広い役柄で活躍中の高橋さん、2019年に君に会いたい、ダンスウィズユーを発売しています。自身が主演したテレビ朝日系土曜ナイトドラマ東京独身男子の主題歌として発売されました。エレファントカシマシの宮本浩二さんのファンだったことから、高橋さんの強い希望で宮本さんのプロデュースでの CD デビューとなりました。妻夫木聡、メイキングアフレッシュスタート。いろんな役柄を演じる人気俳優の妻夫木さん、2000年にメイキングアフレッシュスタートを発売しています。兄の深夜さんと結成したバスキングライトのボーカル・ベースとして CD デビューしました。残念ながら現在は解散してしまいましたが、妻夫木さんの貴重な歌声をぜひ聴いてみたいですね。玉木宏、シーズン、演技派俳優として人気の玉木さん、低くて渋い美声の持ち主でも有名です。2004年にシーズンを発売しています。国内だけにとどまらず海外でのライブツアーも行っていました。2011年以降は CD を出しておらず俳優業に専念されているようです。斉藤工、心のぐるり、大人の人気で女性から大人気の斉藤さん、2007年にインディーズから心のぐるりを発売しています。雰囲気だけでなく声までセクシーな斉藤さんの歌声にたくさんの女性が酔いしれました。塚本高史、独り言、実力派俳優として多くの作品に出演する塚本さん、全く歌のイメージがありませんが、実は高校生の頃にバンドを組んでおり音楽の道を目指していたというほどの音楽好き。今でもプライベートでバンドを組んでいるそうです。大沢たかお、レーン、話題作に多数出演しいつまでも魅力的な演技で魅了している大沢さん、1998年にレーンを発売しています。その後もアルバムをリリースするなどの音楽活動をしました。大沢さんの端正な顔立ちによく合った美しい歌声は女性に大人気でした。田中圭、会いたいよ、俳優だけでなくバラエティーや音楽番組の司会など幅広く活躍している田中さん、2019年に会いたいよを発売しています。主演を務め大きな話題となった日本テレビ系ドラマあなたの番です第2章反撃編の主題歌で役名の手塚翔太での発売となりました。あまりのうまさにもっと CD を出してほしいというファンが続出するほどでした。渡辺謙、夢のように、圧倒的な存在感で国内だけでなく海外にも進出している渡辺さん、1987年に
夢のようにを発売しています。ミュージカルに多数出演していることから歌のイメージはありますが、 CD を出しているイメージはない方が多いのではないでしょうか。 CD を発売していたのは意外でした。佐藤健、トレジャー、クールな眼差しで女性に大人気の佐藤さん、2006年にトレジャーを発売しています。俳優デビューとなったテレビ朝日系ドラマプリンセス・プリンセス D の役名川野徹での発売となりました。歌声を披露することも多く、すでに佐藤さんの歌声の魅力にハマっている人も多いようです。横浜流星、今日もいい天気フィート、ロバー、未完成、現在最も勢いのある俳優と言ってもいいほどの活躍を見せる横浜さん、2018年に今日もいい天気フィート、ロバー、未完成を発売しています。グリーンプロデューサー陣の元ベリーグッドマンのロバーを迎えたこの曲は情報ライブミヤネ屋のエンディングテーマに選ばれました。後藤輝元、カムオンベイビー、お笑い芸人コンビフットボールアワーのツッコミとして活躍中の後藤さん、2012年にカムオンベイビーを発売しています。バラエティ番組信長から生まれた後藤のデビューシングルとして発売されました。同番組の共演者である小倉優子さんの妊娠を機に制作された今作は、出産で不安を抱えるママたちへ送る応援ソングとして作られました。後藤さんは作詞にも参加しています。今田耕司、ナウロマンティック、数々のバラエティ番組に出演している今田さん、1995年にナウロマンティックを発売しています。先輩芸人であるダウンタウンの浜田雅俊さんが小室哲哉さんとユニットを組んで大ヒットを起こしたことに触発され、テイ・トーワさんのプロデュースで音楽プロジェクト工事1200を結成しての CD 発売となりました。普段は高い声の今田さんですが、テイ・トーワから先にもらった曲が低い音だったためにそのまま合わせてあえて低い声で歌ったというエピソードがあります。中井貴一、 T 字路、存在感の大きさで今や大御所の域に近づいている中井さん、2014年に T 字路を発売しています。フジテレビ系ドラマ続最後から2番目の恋にダブル主演した小泉今日子さんと劇中でデュエットしたこの曲が CD 化されての発売となりました。意外にも同曲で初のミュージックビデオ出演を果たしたということです。いかがでしたでしょうか。今回紹介したのはほんのわずかで、調べてみると実はこんな人も CD を出していたのだと驚く人もいるかもしれません。全く歌のイメージがない人でも実は昔 CD を発売していたなんてこともあるのです。皆さんいろいろな仕事をしているのですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。